今日はですね、テントでのお話と、まあ、画壇の会のシリーズの第3回目で、サイシさんをメインゲストというか、メインのスピーカーで、してですね、お話を していただきたいと思います。で、原発問題が提起されてから、特にね、いろんな形での、問題、あるいはスローガン、いろんなものの問題意識が提起されてきて、まあ、その中に特に女性たちがいろんな意味で登場し、特に福島の女性たちが登場した時に、一つのスローガンというか、一つのね、考え方として、やっぱり経済、金よりも命じゃないかというような論理展開というか、問題提起がいろいろ出されてて、でみんながそれをスローガンといういろんな意味では喋ったりしていたんですけど、なかなかやっぱりその考え方はですね、現代社会の中で変化していかないというか、そういう状況にもあることも事実なんで、その辺はですね、を含めて、橋さん、今日の知っていただいた資料では、命の問題ということで、かなり展開されていると思います。で、座談の方ではですね、いろんな皆さんのお話も含めまして、現在の時代の状況の問題とか、まあ、必ずしも原発問題に答えられないで、いろんな形の討議ができたらというふうに思います。で、資料は一応ですね、30部だけ用意したんですが、まあ、先着順でなかったら、あとは僕の方でまた何らかの形で送らせていただきますので、後ろの方で、資料請求の要求の人は、書いておいてくださいということで、司会はですね、伊藤さんにやっていただくこともよろしくお願いします。ということで、まず最初さんの話から、まあ、進行役を務めまして、進行役として伊藤さん、今もう最初さんのご紹介は三上さんにやっていただきましたので、あ、大丈夫です。早速お話に入っていきたいと思います。その後、聞こえないな。わかりました。聞こえないし、脇を押して、ですね、最初さんの、ですね、ご紹介は、ご紹介はですね、今三上さんにやっていただきましたんで、一応これからお話を始めていただきたいと思います。それからそれが終わりましてから、皆さんのご意見とかですね、それからさまざまな質問とかをやっていきたいと思います。それでは早速です。よろしくお願いします。何分ぐらいだ。いや、それはもう無事にやっていただければと思います。はい、どうぞ。区切らないとな。どうも、サイスです。この間、この間って言ってもつい最近なんですけども、懸案だった日本と原発という映画を、はい、久しぶりだね、こんなの日田部長さん、もうあれで楽な話で喋ってる。楽なの、こっちなの。あれで、全然わかんない。懸案だった日本と原発という映画を見まして、河合博之初監督っていう、その河合博之っていう弁護士ですけど、まあこれから海外へ出て、ドキュメンタリーで金賞を取って、日本に凱旋公演をするんだそうです。そうするとみんな見てくれるんじゃないかと。まあ、この映画を見てもらいたいというふうに、なったのは、原発メーカー訴訟っていうのがありまして、で私も2000円かなんか出して、その原告になっていて、その関連で、弁護団ニュースに、今度3号でした、原発とトイレという、文章を書きました。
今もちょっと聞いてたんだけども、多分に、この間日本と原発を見てた時も途中でトイレに行ったんですけども、今日もどいつまで持つか、まあ、地下鉄の改札まで行かなきゃいけないと思いますけども、その時は失礼しますけど、原発とトイレで書いたのはですね、もうその二度と高層建築には住みたくないという話で、それはですね1969の1月、私は第八本館という東大教養の教養学科の建物に学生75名、とまあ籠城していた、皆さんが、覚え今でも名前が通るのは、例えば安倍智子が、何年1年生だろうかな、もうだから60歳としてんですよね、いろいろ他にいますけども、例えばテロリストのパラソルでした。藤原伊織は死んでしまいましたけど、ちょうどまあ籠城していました。で、大八本館っていうのはまあ狭いわけで、75名いますとね、そんなに食わなくてもあっという、まあ出すものは出るものは出ちゃうわけで、その小の方はまだねいいけど、大がもうどうしようもない、水と電気とガス切られましたので、水洗便所っていうのは全く無用の長物になっちゃうんですね。もう3日4日ぐらいで、ダメですね。それまでは、まあ封鎖取り囲まれてなかったので12月から籠城したんですけども、その点は大丈夫、まあ電気も水道も通ってたんだけども、本当に水を切られたら水洗便所というのはどうしようもない。めちゃっと書いたんだけども、まあ真面目に、そのやっぱりここ新聞紙に包んで法医人に投げたらちょうど一石二鳥じゃないかとか、さすがに実現しませんでしたけどね。やっぱり楠木正成なんか古いね、古い楠木正成のその籠城の武器はそういう糞尿をダーッと投げつける、投げ落とすことだったんだな。高層建築って言ったら、まあヨーロッパ、まあロンドン、パリ、まあとんでもない事態になってて、名古屋水道局のが出してるずっとそういう関係の、記事があって、まあその中で歴史を書いてるんですけども。おまるですよね、しょうがない、おまるで、それでもう4回ぐらいになるといちいち下へ来て流すということをしないので、それで窓から投げ捨てる。まあそれはね疫病の発生でもあるしね、で文化として、発生してきたのがまず傘ですわな、それから山高帽子、それからハイヒール、これも必須な、つまり普通の草履屋なんかじゃ突っ込んじゃうわけ。そう
これはね、匂いから何から、まあ凄まじいもので、それが都市なんですよね。でそれからだんだんと改善していくけども、根本的改善はやっぱり水を電気で汲み上げて、水洗にするしかないわけです。その先がありますね。水洗にして流した水、汚物はどうするか。その辺になると、1970年になってしまう。日本はまあ最先端行ってますけども、活性炉で結局は生物頼みで、分解して、ろ過すると、まあ、今度はもう飲んでもいいぐらいの水になるというところまで、試験的な操業、必要の操業を始めたのが1970年ですから。40年の話で、でまあトイレということで言うと、その都市っていうのがどういうふうにその、大小便の始末をするかというのについては、まず今のところ、まだ40年ぐらいしか経ってないということ、それも生物頼み、微生物頼み、ウィジュンがオランダまで行って習ってきたのも それなんですけどね。で、かたや原発というとですね、トイレなきマンションっていうふうに、もう当初から言われて、トイレがありそうな話なんですよね。だから技術を使えばトイレできるんじゃないかという気持ちがどうもあるんじゃないか。トイレだけマンションという時の避難っていうのは、トイレを作れよって話なんですよね。もともとトイレはできないって話じゃないんです。今のそのまあ居直りもいいとこだけども、トイレ問題に対しての論調、まあ、右寄りの論調というのは、そもそもトイレなどはないのだっていう話なんですよ。そこは冷めてるわけね。それで、一時保存して、一時保存しかない、そしてそれを使い続けるしかないというのが、高速増殖炉の話で、いろんな埋め立て、まあトイレの一番の原型は埋めることですけども、それは可能だったのは微生物が分解してくれるからで、埋め立て全然分解してくれない。でそういう探しているってのはもうカモフラージュに過ぎないという、全国に公募してね、市町村に募って、でちょっとでも調査に協力してくれればこれだけのお金あげますよって言ってるわけですよね。ところがそのお金も、まあ、もうお金ぶら下げてもみんな応募しないし、せっかく応募した町が途中でやめたって言っちゃうというので、今全国でどこの市町村も応募してないわけです。調査費も欲しくないという、それを見越しての話だけども、そういうのはもうカモフラージュなんだ。で現実的にはもう
6カ所村しかないと。で6カ所村に、は一番設備が整ってるし、そこに埋め立てる、仮に埋め立てる、そして高速増殖炉の実現を目指すと。ここら辺の話になると、いよいよ技術の話になりますわな。世界で、高速増殖炉を試みてるのは、まあ日本だけで、でおよそ合理主義とは言えないという話。まあ合理の権化みたいなサッチャー自身がもうそこら辺のあっという間に手を引くという。在任中に手を引きますよね。不合理じゃないとしたら一体何なのだっていうことになる。お金は合理なんでしょうけども、どうもそこら辺にプラスアルファがまあついてという話が今の状態だと思うんですね。高速増殖炉は諦めない、永久期間みたいな発想ですから、そんなどう考えたって最初から無理だと思うんだけども、回せば回すほどプルトニウムが出てくるっていう話はね、しかしまあそれは物理の屋さんに聞かなきゃわかんないけども、まあ、永久期間っていうのがあり得るかって話になったら、私たちがの知識のレベルではありえないっていうことになってるわけですよね。まあまあ合理は別にして経済問題だっていうことは分かる。日本と原発の中でその河合弁護士が強調しているのは、日本の経済の6割を原子力村が担っているんだ。経済の6割ですから、まあそれは相当なもん で単純にここすぐそういうわけにいかないけど、単純に言うとその地域住民も、まあ、日本国民という存在もですね、学者も官僚も6割やっぱり生計を立ててることになる。で学者の6割って言うと相当なもんですよ。ただね、それが原発産やむなし6割にまでいかないっていうことを考えると、そうやっぱり、私たち6割の中に入るか入らないかがその自己検証ですけども、単純に原発良しとして、その中で動いているわけでもないわけね。田中正一という人がいまして、まあその人柄というのがなんか少し知りたいと思うんだけども、見えてる限りではその原発が安全じゃないのは当たり前じゃないですかという感じなのね。多分そうだと思う。そして規制これこれの原発、例えば仙台原発は規制技基準に合格しております。で規制基準に合格すれば再稼働は当たり前でしょう。で自分は規制委員会の委員長なわけよね。そしてもう一つあるんです。
私は田舎に帰って医者になりたい。そんな簡単に医者になられたら困るんだけども。まあ、お医者さんってのはまあ大変な職業で、本当に割に合わない職業でね。私はまあお医者さんになろうというキャッチフレーズで、まあ、ずっとその医学部に入る、若者たちのその医系英語論文とかいう科目を担当してるんですけども、お医者さんってのはまあ大変なもので、どうしても技術者には徹しきれない人だ。普通の医師あるいは医師からその科学者へ転向してくる、深夜だそういうのはまあ大体技術屋ですよ。まあ、ここはまたいろいろ学問、科学者、日本の科学者の問題になるけども、まあ、大方は技術者と思って、つまりイデオロギーというか、どうして科学やってんですかということに答えられない。まあ、もっと大きくはどうして学問やってんですかということに答えられないというのが東大闘争の中でのまあ矢面に立たされた教授たちの出てきた言葉ですからね。ここはまあ学歴者のところですよね。っていうかそれが我が身に返ってきてしまう。じゃあ自分はどうなのよ。まあ、私は助手だったわけでどうしようもなくなるわけだけども、技術屋だったらわかるわけで、飯を食うために技術屋やってんですということは話は通る。でもう一つその問題はですね、この日本列島ではプロになるってのは職人になるっていうことなんですよね。職人と技術屋とどう違うか、ここはやはり、区別しないとまあいけないだろうという感じなんですけども、例えば東大で言いますと私は三等職なんですね。国家公務員文部省の三等職ですけども、四等職がいる。で四等職は技官というんです。工学部理学部で、でガラス吹きとかねガラス器具を作るなんての、もうそれなしには進まないわけですよ。この人たちは職人と言える。で教授会メンバーぐらいになると職人と言えるのかどうかね。さあ技術屋ではほとんどは技術屋でしょうよね。まあ文系理系を問わずね。で学者っていうんじゃなくて研究者っていう時にその技術者っていうのを入れ込んでいて、しかもそこのところのなんか許されるっていう時に自分職人の方にスライドして自分を規定して、で自分は職人なんだっていう、だんだんちょっと細かくなってきちゃったけどなんとか引き上げようね。つまり職人っていうのはですね、客観性っていうことを元にしてはいないんですね。物とか素材には心があると思う。その心を
まあ引き出してくる。自分は何かを作ってんじゃないんだ、自分は引き出してるだけだっていう。まあミケランジェロとかあの辺のこう芸術家にはそういうところがある。つまり作り出していくっていう時に、まあ、芸術ではどうしても引き出すんだっていうことがあって、で引き出すっていうのは客観的には営みではない。引き出そうったって引き出せるもんじゃない。だから仏像を彫ってる時にもうそのもうその石そのもの木そのものにもう仏像があって、それに手を貸していってその仏像が自然に浮かび上がってくるわけですよ、というような。まあ私はそこら辺分かんないけども、もし科学というのが客観性ということを抜きにできないとすればね、職人は科学者ではない。だから技術者である可能性はある。それで技術者というとき職人である可能性あるけども、科学技術者というと多分職人じゃない。ここが問題なんですよね。科学者というか科学技術者というか、そこら辺のことがずっとまあ問題にしてきたわけで、この間実は図書新聞というところで誰も言わないので、なんとか喋ってくださいよということで、ウィジュン批判というのをやったわけです。でウィジュン批判っていうのは根本はその科学技術者批判なの。つまり科学、自分を科学者というか技術者というか、別にしてね、科学技術者ということであるとすればその罪は大きいよという話なんだけども、多分いつでもその科学者というよりは科学技術者という方が罪を免れそうなのね。これにちょっとストップして田中俊一に戻ると、田舎の医者になりたいっていうのはどういうことかという話で、お医者さんってのは科学技術者じゃないんだからね。であんた科学技術者の権限だとしたら、とてもそんな田舎に帰って医者になりたいなんてお医者さんに本当に失礼な話だよっていうことをまあ言いたいわけ。それにしてもさ、その三つどもえっておかしいじゃない。原発は安全ではないという、規制基準には合格すれば動かしていいですよっていう、それで自分が規制基準に賛成して動かすんですよね。それで、そういうのと全然違うクライテリアっていうか範疇というか全く違う、つまり自分と他人、自分と患者っていうのをそう完全に分別できないお医者さんになりたいって言うんだよ。だからもう少しこの人物をその少し探ってみたいって気持ちは分かっていただけますよね。なんかでもね、これだけ言うだけでもやっぱり正直なのかしら。どうなんだろうね、一番悪辣なのかしら。という。で、今日お配りしたのはですね、
2009年に不登校新聞というのが命の連載をやりたいというので、13人ばかり、指定しまして、でまあ、トリを私が務めるというような企画を2年がかりで、まあ、やるということになります、まあ、トップバッターは立岩慎也で、まあ、いろいろと近い横断なんかずっと揃えまして、その最後に、私が喋ったものが出まして、それをあの普通の文章言葉とちょっと過失訂正みたいにして、お渡ししてあります。問題はです、ここの中で見ていただきたいのは、なんか斜線アンダーライン引いてないかな、一体全体なんだよっていう、これがもう一言でもう尽きてるような、一体全体どういうことよという問題なんだ。で、一体っていうのは、一体という言葉では一体感っていうのがあって、もう何であれ運動であれ何であれ一体感が必要っていうことなんですよね。一つのものになるところが、片っぽでは個体という意味で、一体全体っていう時には、その、まあ、一体っていうのはいろんな、そういう今そういう、一体感とか部分とかいう、個体とかいうことを含んでるけども、やはり部分という、まあ、大勢の中の一人という部分を指すという、で全体は全体、なんだか分かんないけど全体っていうのが言うと分かるみたいな、これは私たちを成り立たせている根本の根本なんですね。全体ということを3歳ごろ獲得する、つまり3歳ごろ獲得するっていうのは言葉なんですけども、言葉っていうのは全体というのがわからないと使えない。猫っていうと猫全体なんですね。一般それがこの猫、あの猫、その猫ぐらいで猫って言える能力というのがわからないというか、どうして身につくかわからない、もう文法とか文章構成とか主語述語とかそんなことの前に、その全体ということがわからないと言葉が使えないわ。でその辺はそのまあそのチョムスキーの言いたいことの一番の根本のところっていうことになりましょうけれど、要するに言葉ということの構造とか何とかいうことの前に、全体とか一般とか普遍とかいうことをわきまえないと言葉は使えない。全然わかんないんですよね、どうして使えるのか。で私の娘、命に大いに関係あるわけですけども、4番目の娘の聖子、星子と言いますけども、星子と書きますけれども、その聖子は言葉を喋らないんですね。でどこがどうなってるのかがわからないけど、でまあ、ちょっとここでなぜ出したかっていうと、聖子に
じゃあ全体というのは分かってないのかというと、そうでもなかろうと思う。言葉っていうのがイコールその全体ということを指し示すことじゃなくて、まあ、全体を何かを言い表すことの、または全体を前提としての一つの更新手段、まあ、更新手段っていうふうには言葉は言えませんけども、それだけあの沈めちゃうわけにはいけません。で、私たちはその全体というのが分かるわけで、全体が問題になるときっていうのは必ずあるわけですよね。で、私は1936年生まれなんですけれども、まあ226です。で、この頃全体主義という36年というのは、ヒトラーのベルリンオリンピックが開かれる。でその前に、スペインの人民戦線というのが展開。でフランスは人民戦線内閣なんですけども、まあスターリンの130万人、という大弾圧が、大粛清が始まっているのを受けて、それを承認するというか、一国社会主義実現のためにはやむを得ない。フランス共産党も全面的にそのソ連の一国社会主義を進める、それを少しでも阻害するようなことには反対する。で、ヘミングウェイとか、ベイユとか、まあ役に立たないけど参加するわけですよね。でそういうのに対してフランス共産党は実に冷淡なわけで、ね、そういうのは国社会主義の実現に水を差すということ。まあ、日本はその一番の結末は1956年に来るわけですけども、そこからまああっという間にその1960年の第一次安保条約改定反対運動という、まあその父の膝の上で安倍がいたという話になるわけですけども、その全体ということについて、まあやはり民主主義、個人ということの主張、その上で予定調和的に何かうまくいくというような、もちろん個人というのを立てた時に簡単に予定調和にならない。それはもうせめぎ合いせめぎ合いしながら緊張の中で、お互いがなんとかやっていける政治体制、国家体制を作るのだということの中で、実はうまくいかない、うまくいかない中に民主主義憲法の一番の最長期ぐらいにヒトラーが出てくるわけです。その全体主義ということに対して、それ簡単に良くないなんていうわけがないわけですよね。その根本が言葉をしゃべる動物である限り、全体のことを常に何か、それが、どのような形で意識になり行動になるかは別として出てくる。絶えず無意識の中の全体というのは
もう全くの健全で、その上でその意識行動的にどのように全体というのを実現していくかっていう、そこのこの巻き締め合いというか嵐というか、その中に典型的なヒトラーがまあ出てくる。でそこら辺のところはそのまあやっぱり私などの世代というか、どうしてもそこに戻らざるを得ないみたいな。それから1930年代大丈夫ですか。ハイデガーなんていう哲学者もいるわけです。で一体全体なんだっていう話なんだけど、で私は4番目の子として聖子という、まあ、重度複合障害の子を得るのですけれども、まあこの頃の有吉サー子の複合汚染、この2冊本1冊は、自分の調査したのを展開し、1冊は各専門家を回って歩くという有吉サー子が。ところが専門家は逆に有吉サー子の話を聞くというような構造の本、つまり私には分かんないけど有吉さんどうなんですかみたいな話の。まあ聖子はあの複合汚染、のまあ申し子みたいなもんじゃないかとも思うんです。基本はダウン症候群です。複合汚染って言えば私は水俣病は複合汚染なんだというふうに思う。有機製品が重要なトリガーの引き金であることは確かなんだけども、有機製品だけに、絞っては水俣病は理解されない、理解できない、実態がわからない。で、東大医学部のそうそうたるメンバーがずっと水俣病の審査会を独占してきたわけだけども、意図的にというか、無意識にというのか、もう有機水銀そのものに絞ってその限りにおいての水俣病ということを言い続けて、それは行政にとっては大変都合のいいことで あるというのが今も続いていることなんです。もちろん放射線障害なんていうのは全くの複合汚染になりますよ。聖子というのはまあ内々尽くしというか喋らない、それからまあ次に何を言うんですかね、物をつかまないというのは根本的ですね。ですから口へ物を持っていかない、自分で食べない、で食べさせてもらうんだけども噛まない、飲み込むだけなんですね。ここがおかしいんですけども、物を手に口へ持っていくのと噛むっていうのは何か連動してるのかしらとも思いますけどね、わからない。もちろん排泄は、垂れ流しです。で38歳になります。この子は何であるかという、もちろん人間というのかっていうことなんですね。で生命倫理の初期のところでフレッチャー、ジョセフ・フレッチャー
のがいるんだけども、まあ人間の条件っていうの、はい、それに外れると人間じゃないわけ。もちろんそこで脳死問題を扱うための、まあ脳死を現実のものにしたいというのが先なのかどうかというのはいろいろ微妙なところあるけども、とにかく人間の条件というのをこう17条25条とかいうの、その中に IQ20 以下は人間ではないっていうのスタンフォード基準だかなんだか知らないけど、IQ20 以下は人間ではない。で聖子は IQ 以前 IQ テストを受けるなんてことにならないわけ。当然ながら人間ではない。でアメリカの生命倫理というのは、人間ではないとした途端にそれは臓器移植提供者で、臓器提供者であるという、臓器提供体として意味がある。だから体内でそういうことが分かった場合、大脳欠損ですね、分かる場合、それは産みなさいと。で産んで、その臓器をできるだけ多くの人に、配るというのが、今度は妊娠した母親の義務でもあるみたいなことになってくる。中絶は許さない。聖子は臓器提供体なのであるかっていうことになります。ここでまあ先ほど話したのは、私たちとしては東大闘争と言ってますけども、東大闘争のもうどうしても絡みになって、東大闘争そのものが、この環境汚染というのを予感しているような形で、現代科学の技術の在り方の問題、あるいはそれを担当する者の在り方の問題を問わざるを得なかったわけです。その中で申し子のような、まあ、聖子が生まれてきて、そして人間であるかどうか、ここで少しまた分岐しますけども、人間というこの言い方、考え方という、これはまた根本中の根本であろう。マンとかね、パーソンとか、ヒューマンビーイングとか、ロムとか、まあいろんなふうに、まあ、まあドイツ語でもマンとは言いますけど、まあ英語で言うとそのマンとかヒューマンとかパーソンというのと人間は同じなのか。ここは根本的にまたおかしいんだと思うんだけど、明治時代に哲学を翻訳するときにそういう名詞をみんな人間って訳したんですよね。人間っていう言い方自体多分江戸時代なんだと思うんですね。でそれ以前は人間だった。人間と呼んでも人間の意味だった。かじったところによると、その人間っていうのは、漢音で、人間っていうのは語音というんだそう。どっちにしても中国では人間も人間も人の住む場所なんですね。人間、今で私たちが人間と言ってる人ではない、人の住む場所なんですね。
それがどうも江戸時代のそのいつ頃かというと400年の歴史ですよね。400年ぐらいの歴史の中で人のことを人間と言ってしまう。当然ながらですね、人の住む場所は引きずって人と言っているんだと思う。で、人の住む場所っていうとですね、そこに人が何人いるかっていうと、多分これは一人じゃないんですね。で、二人を意味しようと思ったら人でいいんですよね。人は二人の人間を指してんだ。で、相互持ちつ持たれつだなんて言うでしょ。本当かどうか分かんない。人は持ちつ持たれつなんて言ってるので、二人でもない。人三人以上ですよね。人間って言った時に三人以上いるから、私は人間ですって言った時に他に2人ぐらいもう想定してんじゃないの。でここで 1,2,3 の問題が出てくるけども、つまりインディビジュアルは1人でいいなんですね。で、人は2人だとして、ペアだとして、3っていうところに飛び込んでいくとにわかに問題が複雑になる。例えばキリスト教での三位一体っていうのは未だによくわからないし、論争は決着していない。で、キリスト教を理解するには三位一体ということを理解しなきゃいけませんよって言われると、今度キリスト教を理解できなくなる。けども私たち三人人間って言ってる限り、そこにそれに肩寄せてキリスト教を理解しようとしてるところがあるんじゃないかというのが、まあ大きな問題なんですけど、物理学でいうと単純な力学で三体問題というのが全く解けない。2つの物体がぶつかった後どうするかっていうのは解けるんですね。3つぶつかると解けないっていうのは これいかにというの、もう分かんなくなっちゃうというか、その要するに門外観にもは当然ながら、門外観は 3体3つぶつかると分かんないっていうこと自体が分かんないんですねどうしてよどうしてよ。おかしいですよね。このつまり人間って言ってる時にね、まあ最低2人として、僕は3人、そしてそれ以上を示して、そしてそれが住んでる場所というのがくっついちゃう。場所抜きの人はいない。場ということになると、もちろんこれ物理的学的なもう抽象 電場とか磁場とかいう私たちにはわからない、重力場とかね、でも場という考え抜きには進まない。それはこの人間の住む場所の場というところを詰めていくと、どうしたってそういうところにはなって、つまり場というのは物の関係場であると同時に物が創生してくる場でもあるんですね。物が生まれ出てくる場、つまり混沌とか無というような言い方と同じように、それより大事に場ということから物が生まれてきたり、物と物が関係したりする。それを実はこれ先に言いたいことなんだけども、1930年代の話になってきますけども、字と図と
いうことで、ゲシュタルトという考え、図というのは字を抜きにしてはないのだと。で、字と図ということを導き出したのは、実は部分と全体ということを考える。部分と全体というのは、まず相互作用するけども、やはり全体ということの中の部分であって、部分が独立することはないという考え方が出てくる。これはもう19世紀の末に、遡っていきますけども、まあ一言で言うと、こういうのホーリズムと。で、それがリファインした時には、ホリデーの ホールという、つまりそのホリデーの方のホールを持ってきたホーリズムなんですけども、で、これがまあ医学に、まあ、入ってきますけども、元は生物学です。で、一応私は生物学上がりなもんです、まあ、かすめたもんです。で、命ということについてのその全体と部分、命というのは全体であって、その全体が形と働きを持ってくる。で、ここに分かれてくる。で、この時にその部分と全体の話はですね、2通りにまずは、つまり全体というのはいくらちぎったって全体なんだという、餅はちぎってもちぎっても餅と、どんなに小さくしても、どんなにってのはおかしい、まあ一応口に入るぐらいの、口に入んなくてもいい、つま先の小さな玉ころでもいいけども、餅はいくら小さくしても餅なんです。しかし、どっかでそれをもっと分解できるかもしれないけども、分解してしまった時にもそれは全体、もう形と働きでは違ってしまうけども、それは全体なのですよ。一足飛びに言うと、素粒子は全体なんですね。まあ素粒子となるともう粒子じゃないので分かりません。僕らは想像できません。で、ほとんどエネルギーになっちゃう。でもエネルギーじゃない、ちゃんと分類できたりなんかしてるわけですからね。でも全体なの。つまり全体がそのままの形で細かく分かれていって、どんなに小さくなっても全体ですよという、これが一体という時、そして一体全体っていう時の一体は全体ですよっていう意味にもなる。一体全体どうなのよっていう、まあ、一つの中に一体は全体なのだよっていうことが隠れてるわけですね。まあ、しかしその一体というのは形と働きをどんどん変えて、最終的にはエネルギーという全体になってしまう。で、場というのはエネルギーが形と働きを持ってくるところというようなことを、まあ私たちは想像していいと思うんだけど、少なくともその部分っていうのが独立体ではない。部分は絶えず全体のもとにあって、そして全体を参照しているという。しかし全体は部分ということをもって、しか現れてこないという、全体の方の
そのこう歯がゆさもあるわけですね。部分ということをもってしなければ全体は現れないんだという制約というか、ね、で生物っていうのは、こういうもんですっていうのが、まあ、19世紀末、J.S. ホールデンという、この人はですね、皆さんはカナリア問題では分かる、炭鉱でカナリアを持って入っていくっていう、で、一酸化炭素や炭酸ガスのをより敏感にカナリアの方が反応すると、でカナリアを持って行きなさいって言ったのはジェイソホールデン、呼吸の方、まあ、お医者さんですけど、呼吸の方から始めて、まあ、炭酸ガス問題とかいろいろな問題で、私たちに馴染みの深いその社会主義者にもなる JBS ホールデンのお父さん、お父ちゃんなんですね。でこの人がその全体ということを、まあ、打ち出す、で物理科学は大幅の進歩を遂げてきたけれども、生物学は違う法則であるぞよということを、この全体一体全体の問題をめぐって言うわけです。ここでそのホーリズム、の全体との絡み、ちょうど時代背景1930年代まで入ってきますけども、全体ということではその生物学は他の学問とは同じには扱えないという主張が、まあ、スマッツという、人のホーリズムというので出てきたです。で特徴はですね、正規論とは違うんだ、まあ、必ず生物学は科学なんだけども、物理学か化学とは違うんですということを言うんですね。でこれの仕上げをやるのが、シュレーディンガーという量子力学者です。で、まあ、この人はインドの思想に近づいていくわけだけども、生物法則というのは物理法則とは違う、でまだ発見されていないということを言うわけです。で要素還元的な物理化学手法では生物は解明できないということを言う、これ1941年43年頃の話です。で全体ということをめぐって、まあ私たちは、226から、満州事変、日中戦争へと飛び込んでいくんですけども、その中で日独伊同盟として全体主義の一員になるわけですよね。でそういう形での全体への取り組みというのを、でその結果はどうだったかということについて、私たちはその検証が足りないというか、全体というとまずもうダメみたいなことの中でずっと、まあ雰囲気、そういう雰囲気は、第一世界大戦後 あるわけですよね。であたかも個人が何とかかんとかすると社会も国家も成り立っていけるような、まあ根も葉もないことというか幻想というか、その中で余計に資本主義を育てていくというかね、それが金融資本になってしまうということまで来るわけだけども、全体を扱うという中ではもう
およそその箸にも棒にもかからないというか、その全体と言いながら部分的な立場の人たちというのがまあいるわけですよね。で日本なんかでは、まあ、もう本当に無視できないのは桜井よし子たちの作ってるそういう団体ですよね。あるいは日大闘争の原因となった日本会、日本の 会議という日本会という、のがあって、佐藤栄作が会長で、まあここ日大の不正資金というのはほとんどここに流れていただろう。しかもこの日本会というのは西尾末広なんかも入ってるような会で、それが今日本会議というわけですね。日本会議につながるイデオログたち、まあ、桜井よし子なんかも有力な一人ですけども、それはあくまでもその部分を全体と称してしまうという、まあ、全体の中の部分じゃなくて、例えばこの日本列島を世界の中心で輝きたいなんてアホなことを言う。言わなくたってどこだって中心なんですよ。よく学生に言うんだけども、紀伊半島のどっかのにはここが世界の中心ですって杭が立ってるっていうか、どこに立てたっていいんです。地球の表面は全部無限のどこでも至る所中心なんですからっていう話なんだけども、でなんだっけ今時間どうなった？いいですよ。ごめんな。いや全然いいです。あ、好きな時喋ってください。結構喋っちゃってるじゃない。ごめんです。それでそれでってことないんだけども、まあ経済最優先ですよね。原発という時に。原子力村が日本の経済6割を支えるっていうのは嘘か本当か知らないけども、そのぐらいありそうな話で、つまり総合的なもう地域住民の一人一人まで、及んでいるような、6割方及んでいるような図があって、で経済最優先っていうのは戦争含みですよね。で戦争のない経済優先っていうのはない。経済優先って言った途端に戦争が用意される。それを結構正直に言い出してるんだと思うんだけども、例えばもっと正直なのはですね、もう30年前になりますか、1985年、バイツデッカーが演説をやりました。で若者に罪はないんだけども責任はあるのかという話をした。まあもう一つ感動的だったのは、演説の冒頭に、ずっと被害者の種類を述べて、中にもう障害者などいろいろ挙げていくのと、戦後復興したのは女たちであるということを言う。男はもなすすべもなくということを冒頭に置いたんですね。でそれに対抗してですね、日本の首相中曽根がですね演説をしたんですね。今年もなんかやりそうなんですけども、1985年の中曽根の演説は大丈夫、経済戦争があるから大丈夫って言ったの。つまり若者は無気力になってないかとかいうようなことを、はい、下地にしてね、大丈夫、経済戦争があるから、それに若者を誘い込めば大丈夫と言って、これ非常に正直な話で、経済最優先っていうのは戦争含みでしかありえない。経済戦争じゃなくて経済は戦争によって保たれる。
で戦争ということになった時の、まあ、対策はまあもうそれぞれいっぱいありますですよね。軍を非軍事的に援助するってすごいよな。これはまた正直に言ったもんだと思うけども。で、それで人道っていうのも結局は戦争を組みかっていう風になっていっちゃうわけです。でまあそろそろ収束しなければいけませんけれどもその全体ということの中でその一体全体どうなってるのという私たちの基本的な立場、思わず短足を漏らす、で一体全体どうなってるかという時にやはりその中枢なき全体ということを私たちはまず思って、そこから自分の話を組み立てるというかね、生き方を組み立てるというか、そういう時にそういうところへそろそろか切実にというか追い込まれてきたというか、そういう状態だと思うんです。で中枢なき全体というのはアリとかハチの社会です。で私たちがその全体を思うとき必ず中枢を持たなければいけない、あるいは中枢を代行するものを持たなければいけない。でそれは王権ということになって、で社会主義に至っても全くその構図は変わる、むしろひどいことになってしまう。つまり代行者は独立できたかのように必ず錯覚するわけですね。で私たちは全体ということの営み、その中で自分が全体を体現しながら全体の中の一部分であって、どういうふうに、物を言い、どういうふうに振る舞うのかということについて、近代現代という歴史的な位相ではどんどん分かんなくなってきてしまう。そして素朴にっていうと、そんなのには帰れませんよという。で一体全体ということの中で何のためにっていう時に、全体のためにという時に、それが分かっていながら具体的ではないので、具体的に言おうとする時に、まあ国家ということに一つ絞ったわけですね。そしてその前にあった全体というのは神で、神はそれはその一番の問題は、神の言葉を翻訳する、聞いたとする、代行する人が出てきちゃったということでは、まあ大問題です。やはりシモーヌ・ヴェイユではないけれども、神ということについてはですね、やはりイエス・キリストの十字架上の言葉を文字通り受け取ることなんだということが、まあ、一つの回答です。イエス・キリストは十字架の上でなぜこんな目に遭わせんですかって神に問うたのね。神を、私をどうしてこういう目に遭わせるんですか。でシモーヌ・ヴェイユはやはりここがポイントですよね。シモーヌ・ヴェイユという、36歳で死んでしまった女哲学者ですけども、やはり神に問うというのは神ではない。
じゃあ人間かっていうとまだそこはまた問題になるだろうけども、一応神ではないものが神に向かってどうしてこういう目に合わせるのですかと問うた。その限りでの神で、神はこうせよああせよということを人の口を通して言ったことに重きを置くのをやめると、これも 大問題 で、21世紀は宗教戦争になるよとハンチントンが言って死んでいった。で、宗教戦争というのはキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の争いです、うん、で、そう簡単にはそれはそんなすぐに戦争には行くわけはないけれども、というかその象徴がちょっとその今日お配りした中にもちょっと言ってると思うけども、わずかな ところにエルサレムというわずかなところにユダヤ教、イスラム教、キリスト教のそれぞれの聖地があるわけです。で、ここが緊張とバランス、緊張を保ったバランスのシンボルなんですね。で、これが崩れた途端にそれはもうハンチントンの予言がすごいことになってくるけども、しかしその予兆はあると。でそれがまあ経済は戦争含みということとどう関わるのかという話、経済の方、経済最優先の方からすればそういうものは全て利用してるわけです。後藤健二さんの死ってのはもう利用し尽くされそうです。何のためにって問うときに神が出てきてはまずいん、消去法です。仏はっていうとまあ少しいいんじゃないかという気がするんだけどもまずい、やっぱりまずい、俺非妥協になりますからね。仏教といえども非妥協になります。仏教はまあまあ主義ではありませんので、イスラム教とかいう時の中で、まあ、一言その私たちには門外観には少し、助けになることはですね、やはり、利子を取らないといってお金を制約する、お金はお金を買って増殖することを禁止されると今のお金の力半減しちゃいますよね。半減どころがもううんと減っちゃうのかな、お金がお金と今のお金の力なくなっちゃうのかな、つまり永久期間みたい、お金がお金を生み出すということは一つは利子ですもんね、ローンですもんね。それはそれで置いておいて、つまり宗教ということについてどっかでその人間の言葉に翻訳されないということのルールが確立できるかどうか、そもそもは神という名前を呼んでもいけないのですからね。だから私たちが言葉として呼ぶとしたら何があるか、そういう消去法的に考えて命はどうだっていうのが私の立場です、うん、命のためにと、命のために命を捨てるっていうことは意味がないですよ。神のために命を捨てるんですよね今は。
12歳の少女が爆弾を抱いて飛び込むのはそんなすぐに押さないとか扇動されたなんて言えない。神のために12歳といえどもちゃんとっていうのはおかしいけどもちゃんと飛び込むわけですよ、爆弾抱えて。まあ、その意味では特攻隊はちょっとやわなんだけどね。特攻隊は本当に神のためにって飛び込んだかっていうとどうもお母さんと言って飛び込んじゃったりしてやばいです。なここはその日本っていうのは要するに過去を掘りましょう、要するに、古事記まで行きましょうっていう時にいろいろ救いになるところですね。どこを指してもあんまり、まあ、鴨のバブチじゃないからあんまりマスラオはない。お母さんがどうしても出てきちゃうんでそこら辺は休んじてというかもっともっとというか日本をまあ日本という風土を 掘らなきゃいけないですけどね、うん、今はまあ一応生物屋から始まって一応まあ科学技術者っていうところに実態は違うけど名前だけでも私は科学技術者ということの中で考えてきて、うん、消去法的に命のためにって言うしかないんじゃないか。何のために命のためにでござるって言ったのがそのハムロリンの小説うですこれは言ったかです。天地雨土すべて命に満ちております。武士が命を捨てるのは命のためなんです。この命を捨てるのが命のためだってとかいけませんけどね命のために命を捨てるってのはほとんど意味をなさない。命以外のものに命という何だかすごく貴重な価値のあるようなものを捨てるのがまあ一番のこう何かの心情のトロなわけでした。命のために命を捨てるなんてのは意味をなさない。一生懸命なんて言葉もダメ。それがそのまあ聖子が生まれて聖子は何かっていう時に聖子は命であるとしか言えない。人間ということについて意義を指し挟まれているので何をっていう時に聖子も人間だぞっていうことがなかなか言えないけども実は言えるということもさっきちょっと言いました人間という言葉。聖子はヒューマンビーングでもパーソンでもないかもしれないけども人間だぞということは言える。つまり人間っていうのはなんかおかしなネーミングなんですね。で、場というさっき言いました人間というのは場なんですけども場というのが命そのものであり命の場であるという見方をがこれから出てくるだろうというか出てこさせるよという感じもありますけども何のために私はこんなになっちゃったのも結局は、大学院生たちが起こしたっていうかなんか自分がまた責任逃れのように言うけども知る馬に乗った東大闘争っていうのがありまして知る馬に乗ったら突きつけられちゃって何のためにって言われて困っちゃってね困った末で私がここまで来てこんなこと喋ってるのは聖子のおかげっていうこともある。それは命のおかげということ、そういうことをまあちょっと今日は短いあれですけどもレジュメにその一興新聞の
のところに書いておきましたので、まあで、モットーは命は命っていう、つまり命わからないだけど命のためにしかないでしょう。だけど命はそんな人間の言うことなんて耳も貸さないのかもしれないけども、命というのは私自身が命で聖子が命であるっていう実感は、これはどこにも通用しそうなんですね。みんな命でっていうのに、俺命じゃないっていうのはよほどなもんです。まあそれはできますよ、朝原みたいに。俺はいでもあれ命なのかな、やっぱり。この辺で終わります。長い時間本当にありがとうございました。寒い中皆さんもお集まりいただきました。そうすると素人として一個人として個人がどう言えるかと、個人とこと部分と全体というのはですね、やっぱり議論の立て方として僕はちょっと違うんじゃないかと、全体主義の方に行ったり普遍主義の方に行ったりしてしまうと、やっぱりそうではない議論の立て方をしないと、素人としては一個人としては一人間としてはうまく発言できないというようなジレンマを常に感じているわけですよ。ジレンマというかそういう気持ちを常に僕なんかは感じている。その本当の技術論なり科学技術論なり僕は言えないわけですよ。にもかかわらずやっぱりおかしいと思っている。そういうことについてどういう理論的社会的人間的な根拠があるかということについて僕としては何か力を得たいと、こういう感じの話質問でございます。答えるな。すごいな。ですね、要するにまずその、その今質問された方自身から答える私自身が、まあ、何者なのかなんですよね。まあそういうことですね。でそこがそのいろいろ溶けてるのでね、つまりクリアカットじゃないので、まず理論が欲しいんですよ。でなんかそれにのっとって言うと人を説得したり自分が力が湧いたりするんじゃないかと思うんだけども、そういう理論ないとしたらどうします？多分その何であれ3通りとして、その賛成するしかりと、いいですよというか反対ですよというか分かりませんというか、まあ例えば全教徒の運動というのはですね、まさにそういうプロの体系というか学問知の体系に対してこう一個人一人間がやっぱり それぞれの立場というのがあるんじゃないかということを言いたかったと、知の体系全体に対する批判というような立場を持とうとしたという意味合いがあると思うんですけど、そういう意味から言ったらいかがでしょうかということです。私の立場というで言うと、その全教徒運動はその異議申し立て、つまり分からないとか反対というよりは異議申し立てなんですね。だからそれは分からないっていうふうにの中に入るだろうと思う、まあ、言っちゃ悪いけど山本義孝さんもいらっしゃるのでご意見を聞きたいなと思う次第です。おやおや、そこまで広げないでとりあえず私宛てに向かってください。あ、すみません、はい、ごめんなさい。だから、いやキリストにしても、ね、もう少し答えていいですか。はい、ごめんなさい、すみません、別に僕意見言うだけじゃないのでいいですもん。わからないっていうことがね、賛成の立場になるんですよって言われるから困っちゃうんだけども、例えば投票しないとそれは賛成に入るんですよって言うんだけども、それも数の問題でしてね、
やはりこのなんだかおかしげな選挙の時にもう少し若者が頑張ってもらって、統一選挙とか、まあ、全国選挙で投票率 40% でしたっていうと雰囲気変わってきちゃうと思うのね。つまり分かりませんって言って投票しない、投票しないのが分かりませんっていうことで投票しなかったとしても 30% ぐらいになってくると投票する人がね、分からないっていうのが急に今度は拒否の方に傾いていくと思う。頑張って分かんないから投票しないというふうにしなさいっていうわけだけどもさ、そんなこと言っちゃいけないんだけども、つまり世を挙げて投票しろっていうことでしょ。でも分かんないのに投票できるわけがなくて、で無関心ってのも分かんないのの一つのあれですから、もしですよ投票率 20% なんて全部じいちゃんばあちゃんしか投票してないなんてことになったら、多分一国を国民の意見はこうですなんて言えないよね。じいちゃんばあちゃんは半分ぐらいいるから、それが投票するとこういう結果になっちゃうんだけどな。つまり僕は若者はほとんど投票してないだろうと思ってる。で私も若者の時投票しなかったんです。でこの頃なんだか安倍智子には投票しようなんてじいさんみたいなことになっちゃってやってるんですけども、でこれが一つですよ。つまり分かるっていうことについて分からない、その分からない俺はまずダメだっていうことはある。そういうのを自己否定っていうんだけども、自己否定っていうと急に怒り出すやつがいてね、でこれはヨーロッパの伝統、ルネッサンスからの伝統でいうとありえないんですね、自己否定と、うん、自己否定となると東洋的で日本的風土の中に位置づいてる、で身を捨ててなんて言うと今度は全体主義でしょうなんていうふうにまたなっちゃうんで困るんだけども、神からもらった命を人格、命と言わないな、人格というんです。神からもらった人格を否定するなんてことはそもありえない。その意味では思想という考えの根本のところで2つに分かれる。まあ、生まれてすいませんとかね、言わない。まあ太宰が言ったかのようだけど、太宰はそれをパクってきたのでね、一人いるんですよ。それで俺が言ったんだって言って死んでった人がいるんだけども、生まれてすいませんとは言わないです。あるいは修羅にならない、人間以前の俺は修羅だって言って一生青白く走り続けるなんてことを言わないですよ。やっぱり自己否定っていうのは宮沢賢治みたいに なるところがどうしてもある。でそういう意味ではだんだんと考えの違いっていうのは出てくる。自己否定っていうのは全体のためにとかそういうことじゃなくて、そもそも存在、またこんなこと言うとまたいけないけども、存在することそのものがいけないですみたいな、さっきシモーヌ・ベイユっていうのを言いましたけど、シモーヌ・ベイユは西洋の中でそういうことを言う人なんですね。もう生まれてきたのがいけない、すいませんじゃなくていけないんですね。つまりこんな人間がいろんなものを考えたり作ったりしてることそのものが神が誤った、神が人間を作っちゃったのがいけないのだっていうところまで行っちゃう。それよりは私たちはすいませんの方なんだと思うんです。どうしたってこう自分を肯定できるかって言ったら、俺は自分を肯定すると利己しかない、自分が可愛いことしかなくて、それで十分に自分が可愛いんです。可愛いからいろんなことで、人によく思われようとかなんとか一生懸命こういうことを喋ったって人によく思われようと思って喋ってるのかもしれないしね。そういう意味で理論とか
まずそういうのもまあ期待しませんよね。つまり人に期待するっていうことが自己否定の中にあるかっていうと、どうもそうでもない。つまりできてきた理論とかさ、権力、それに基づいた権力とか、そういうものを当てにしないよね。当てにします？で、今の質問、あなたの質問はよくわかるんだけども、自分がわかんないから何か理論か何かあったら教えてくれみたいなことをじゃなくて、というふうにはならない。いや、まあ、今の権力論で言えば、それやっぱり自己権力というか、自分の方で言っていいんだというような議論を立てたいとは思いますよ。だから質問して、なんか疑問なので質問したというよりは、でもそれ理論ですか、自分が言いたいことを言っても。いやいや、欲望に、欲望でしょ、それでその欲望に遠慮することはないわけですね。ああ、もちろんそうでしょうね。理論とは言えませんね、それはね。理論っていうのは、人々というか、人個人がより集まった中で有効性を持つもの、意見、考えを言うんであって、人間というおのずから2、3人が一緒になっちゃって、それで言葉にはない。つまり言葉に出さなくて暮らしている。つまり言葉そのものを言わないで暮らせるっていうと、それ人間以前の話なのかどうかっていうことになっちゃう。ただ私たちは以心伝心とかさ、いろんなことを言ってるわけないからあれですけど、しかし日本にはことあげという言葉もありましてね、つまりことあげそのものがまずいということなんですよ、そのことあげ問題は。だけどそれに対して私たちは暮らしのためには喋るよって言ってんだよ。ことあげっていうのは、ことあげしたこと自体が非常にその特殊な意味を持つわけです。ことあげしたからにはたたりますよとかね、そういうことになってくるので、そこまで僕らは特化しないでしょう。いや、僕はやめますから、伊藤さん。次。なんか進行役としては非常にまとまりにくい、まとめにくい話で困っておりますけど、関連性質問、ね、どうぞ。命の話がちょっと途中からで、まあ、外で聞いてたんで、もしかしたら聞き漏らしたかもしれないですが、命 の、まあその定義というのが、形プラス働きプラス命というようなことを、まあ、書いてレジュメで書いて、ね、いらっしゃって、で、まあ、もう一方でその2枚目3枚目ぐらいですか、その、機械、物質と機械と生物と、その中でまた人間とその、まあ、区別っていう話が出てまいりますけども、まあなんとなくだから常識的には命があるのが生物であって、で生物と例えば機械とか物質を分けるのが命かなと思ったりしてたわけですけども、形も例えば働きもないのに、まあ命というのはどういうことなのかな、まあもう一つちょっとお伺いできた、まあ分からないものというような形も書いてありましたけども、命っていうのはそのなんていう、その存在、形はないけど存在っていうことなのか、それともそのもっとそのいろんなものを包含する、まあ、神とか仏ではないけれども、とは言えないけれども、まあ大自然とかそういったその全体のものとか、なんかそういったことを考えてらっしゃるのかということと、もう一つはまあその最後の方、まあ今例えばそのイスラムというふうに言っていいのかどうか分かりませんけども、一方でそのキリスト教とか、まあユダヤにもあるのかもしれないですけど、終末思想みたいな、もうすぐもう世の中終わるんだと、で最後の審判が来て、でその時にその、まあ、ちゃんとそのそれを、まあ、神の教えに従って命をかければその後ちゃんとその未来永劫の天国で、天国というか楽園でが来た時にずっと自分は幸せに暮らせんだというようなことをこう、まあ、思って自爆テロをやったりする、まあ、話もあったりしますけれども、
そのだから そういう思想があるから、例えばそのイスラム国みたいなことが起こってるのか、そうじゃなくて、まあ、やっぱりこの今の世の中自体がおかしいなと、という中で、まあ、片や一方ではその、なんて言うんでしょう、その物質とか、まあ、労働が全て、労働、まあ、労働の、まあ、成果と言えるのかどうかわからないけど、例えばお金があって、そういうものが全てであるというふうな、考え方に対して、そうじゃないと、人間の本質っていうのは、あるいはそのものの、価値っていうのは、そうじゃなくて、その、まあ、ケアという思いやりであったりとか、遊びであったりとか、そういうものも一つあるよというような、そういうのはちょっとその、まあ、まあ、ちょっと厳密な物理学とかと少し違うのかなというか、まあ、まあ、そういう、なんていうのかな、そういう、まあ、価値観みたいなものが、もしかしたらその今の物質、あるいは経済市場主義に対する一つの、まあ、救いというか、もう一つの考え方になるのかなと思う反面、まあ、もう一つはそのなんとなくその悪い方向に働いた時には、そういう今の命とか、そういったものは本物の価値じゃないし、今の現世も本当じゃないから、そのためにはちょっと破壊的な方向に行ったりとかっていう両方に行く可能性があるのかなと思ったんですけれども、その辺についてですね、2点というか関連ですけど、最初の方の質問とその合わさるんですけども、その質問の方おっしゃったその河井弁護士が原子力村は日本の経済の6割を抑えてるんだということの根拠という、私も分かりませんけども、へそはですね6割だとしたら、その簡単にそこに関わってる人たちも何もみんな、職種もみんな6割方はそういうところへ影響を被っちゃうということを言ったんだけども、その単純に考えるともう原発に勝てないわけです。原発再稼働には勝てないんです。だって6割って言うなら過半数だもん。で、じゃあ私たちの覚悟はっていうと、勝ち負けの問題じゃないってことになるわけ。それは勝ちたいのは山々よ。だけど6割相手に、4割の中のまた4割の4割なんていうふうにどんどん減ってっちゃってさ、三上一人だったりしたらもう生きがってるだけじゃんということになるし、大体三上も生きがってるわけだけども生きがってていいわけですよ。それはもうしょうがない。つまりどっかで勝ち負けということで、こだわると負けたらがっくりきちゃうじゃない。そんなことじゃないんですよね。私たちやってるのは勝ち負けの問題じゃないんだ。で、私一人が原発反対だっていう、私は原発反対だっていう時周り見まして一人もいなくたって、じゃあやめるのかって言ったら俺やめませんよ。でそれが力なんですよね。お互い相談してやめようかとかやめまいかとかいう問題じゃないんだよ。一人の問題なんだ。それを原子力村は日本の6割を支配してますよということに対する対抗する論理といえば論理ですよ。俺は嫌だって言って負けたって何したって嫌だ。なぜって出てくるんですか。なぜ負けちゃうかっていうと、なぜ反対するか、一人なぜ反対するかって、そこにそこに集中してほしいんだよな。ってそうなってくる。なぜ反対、俺はなぜ原発反対なのかが問題なで、私の思考法は聖子と2人、まずとか聖子と2人っていうわけにいかなくて、母親がいるのでどうしても3人なんですよ。最初後の子供たちなんてどっかに出てきちゃって、まあもう考えなくてもいいというか、母親、父親、子供3人で、まあ、考えるのが基本ですよ。
でもその他の2人はどう考えてるか知らないけども、そこら辺からその命ということになって、その命ということにかけて反対ですよっていうのが差し当たりの私の立場ですよね。今79歳ですけども、79歳で今よりどころとするのは人工的な考えかもしれないけども、命ということを設定して命に照らし合わせて反対です。ただしその反対のために命を捨てるなんてのは無意味だと思います。つまり何の足しにもならないと思ってます。まあパフォーマンスにはなると言っちゃ悪いけども焼身自殺だって、それは感覚的にね、ものすごく来るから、後藤さんの死だって感覚的に来るから、だけどもで何の意味もないとか言わないけども、ただやはり命っていうのは生きることなんですよね。生きてこその話で、その生きてることを何かの引き合いにやめるような形で一生事をしてもそれはどうなのかなっていう思うということなんです。だから一応その少しまとめると、頼りにする理論イデオロギーはないで、私なんだっていう時、私自身がおぼつかない、つまり私自身はあるかどうかっていうのが問題で、私と考えると3人ぐらいになっちゃう。ここがね、私に絞りながらちょっと広がっちゃうとかなんで、3人を広げたらまたうわーっと広がっちゃうわけ。つまり私という結節点にせっかく絞ってきたのにまた広がっちゃうわけ。だから自己肯定なんていうのは、結局はそこのところの広がりを見据えて、私は全体で全体を否定するなんてことはない、自己否定なんてないですよっていう言い方なのかもしれないよね。西欧的じゃないですよ、この考えは。西欧は自己というのは反転して神、人格に戻っていく。で、人格はやはり自分ではいじれないっていうのが基本ですから。人格、私の人格は私の背後にあるという立場っていうのは強い。人格の背後に神がある。つまり私はそういう意味では一体何なのかっていうことになるけどね、少なくともここにいる人の中でクリスチャンの方であってもというあえて言うけども、私の人格は私は扱えないというふうには思わないと思うんですよね。いや、ビクトル・フランクルという人、アウシュビッツを出てロゴセラピーという精神病は必ず治りますという、それは人格があるからですというので20世紀の文化系の一人になった。理科系は20世紀はアインシュタインで、文化系というかそういうのではフランクルっていうのが選ばれた。この代表的に選ばれた人が、私の人格は私は扱えないんですよっていうことで、それと違う系譜に僕らはあると思うんです、まあ、夏目漱石の個人主義っていうのはですね、私の人格は私が育てるんです、陶冶するんだ、それが私の個人主義だっていうことを言うんだけど、全然違うんだよね。私が陶冶、原石、私というダイヤモンドの原石を私が磨きますっていうんだよ。これは私たちは結構わかるんだよね。結構修行して勉強してとかさ、汗をかいてとかさ、いろいろ言うんです。で、そういう意味で命なんかって言ったって何の力にも ならないでしょって批判はその通りなんだけども、もっと何か今有効な手立てはないんですかって、
みんなそれは思うよ、うん、思うけどさ、誰もそんな手立て提供してくれないわけですよ、うん、っていうかそこのところはその少し学問をかじったり、科学をかじったりするものが言わなきゃいけないことなんだよね。学問や科学に期待しないでくださいって。そうすると一体お前なんでそんなに飯食えてんのかよって言われちゃうんだけども、専門家がですね、私この分野しか知らないので、この分野って何の役にも立たないので、私に何か質問したりするのやめてくれませんかって言ったら、随分世の中違っちゃう。で、私はそういう学問のあり方を無双したのね、大学闘争の中で。何の役にも立たない学問を私はやりたい、すごく贅沢。それで、文部省から金もらいたいって言うんだから、もう贅沢もひどいとこなんだけども、何の役にも立たない学問をやってんですので、で片隅で生きてるようにさせてくれませんか、贅沢を望みませんから、少しばかり国民の税金からお金いただいて、何の役にも立たない学問をさせてくれませんかって言いたいという結論になったわけですよ。だけどそんなこと言ったってどうにもならない、誰も許してくれない。学問やってるからには、科学をやってるからには何かの役に立つんでしょう。でそれは市民科学という立場なんで、私と、まあ、一緒に理科の方のやってる原子力情報室の山口幸雄も、まあ、高木純三郎の系譜を受けて市民科学って言うけども、市民とは何ぞやって言うと全然分かんなくてね、この日本列島では特に市民なんて何も育ってないんですから。私市民じゃありませんので、市民科学なんていうのは、ぶっちゃけて言うとインチキですよ。ところが結構市民科学者が威張るんだよね。その専門の科学者を捕まえて、お前はいい加減だとかなんとか正確じゃないとか市民科学者が言うんですよ。自分が一番正確だみたいなことを言うの。そこら辺はちょっと学問の構造上違うんじゃないかなと思うんだけどね。つまり専門学者を捕まえて、専門分野のところでお前はいい加減だという人は誰にも言えないんですよ。専門外のところに口出してくるところに僕らがイチャモンつけてるんでね。つまり専門学者が、原子力学の第一人者が政府の委員に諮問されるときに、私これだけのことしか言えませんよっていう、もう確約書を取って言うぐらいの、またそれをルールにしなきゃ。原発規制なんか私全然できませんというような確約を取って原子力規制委員長になればですね、原子力規制委員会そのものが無意味だからいいんですよ。で本人がそういうことを言ってんだもんね。そこんところの、そのじゃあしがらみなあなあっていうのが、それこそ日本的なんですよって言われるとね、そう本当にそうなのっていうことを言いたいんだけども、要するに飯を食うことのそのどれだけのバラエティーと量の問題ですよね。大量の飯なんて食えるわけもないのに、やっぱり研究費が欲しいとなると、研究費ってのは自分の飯になるわけですよね。そういう飯のあり食い方がいけないので、というので、2つの問題とおっしゃったのは、命と、もう一つ何でした。はい、ちょっとね、よっからあれですけど、その、まあ、原発闘争をね、ここテントに張ってやってきてね、もうまあ3年ぐらい座り込んでるんだけどね、やっぱ考えてることはね、聞こえないって、やっぱりね、マイクは入ってないですよ。どう考えてもね、もう一つ、分からないというか、
ですね、今日その声量がないんだ、本人分からないというかね、そういうのがあるわけですね。それでまあその一つはね、まあ、あの、うん、来た時にここで、まあ、多くの女性たちが来て、まあ、ありふれたね、経済より命だという単純なスローガンを、まあ、言ってね、で、ああ、で、感心して、したんだけど、だけど、そのことをね、考え詰めても、なかなかその、理念的な体験にはならないし、で、まあ、ずっとその後、考えてきてるわけですね。それで、まあ、第二テントで来て、第二テントに来た女性たちが、女性たちのおかげで、まあ、俺たちよりも、今度は逃走したいなって、かなりそこのところを出してくれるのかなというふうに期待してたけども、どうも、それほど、それはそれでね、まあ、進展していかないと、まあ、まあ、それは別に攻めてるわけではないんですけど、思ってましてね。で、一つはですね、そういうことは、まあ、今、命、そういう概念、こういう言葉っていうのは、どんな風に直感的に今ね、何か俺がそこで感じたものは多分あるんだろうと。で、これはなんだ、言葉にならない言葉みたいなものがね、ずっと続くんだと。それは仕方がないんだっていう風に思いながら、まあ考えてるわけですが、たまにね、例えば仙台のその向こうのところで江田君たちがここの別個のテントがね、その仙台原発の核原発テントを張ってるわけですよね。で、あの目の上にそのなんていうのかな、仙台原発の1号機2号機があって、で下の海岸の木更津にさらされたね。で、その海岸はですね、原発のあれでイルカの死体とか、まあ漂着死亡漂着したね、いろんなものが寄せてくる海だよね。で、そこのところに行って、でこの海をきれいにする、で、このこととね、原発ということの間にね、ものすごいある距離とね、ものすごいなんかこう、存在というか、その時に、でも、やっぱり原発、命っていうことは、こういう行為やってることの中には、多分、さっき佐々木さんが一と全体って言いましたけど、一応処理のそういう行動が、なんか全体性をね、なんかやってんじゃないか、なんか言葉にならないけども、そこで感じている何かあるんじゃないかみたいなことを僕は思ってるわけです。で、多分それは僕らがこの原発闘争をやりへんな時に抱えた課題というものであってね。で、そのことについてはですね、まあ僕は今日佐々木さんにいろいろな話聞いた時で、少なくとも今までその命とその経済より命という我々は使いやすいスローガンを使ってきたんだけどね、そういうことがどういう内容なのかっていうことに、いくら多くのヒントを与えられたみたいなことがありましてね、まあ考えたいというのが一つと、もう一つですね、これは思ったんですけど、今憲法のことを考えてましてね、憲法の9条で要するに自衛ということとか、そういうことに対してですね、僕らいる上の世代の上山俊平さんっていう人はもう亡くなられたんですけどね、最後に、まあ、彼は、このどこにその自衛の根拠があるのか、どこにその根拠があるのかということで、結局その日本人はね、戦争中は他をやめたか、なんかね、マサロみたいなことやってたけど、あら嘘でね、日本の文化ってのは母系文化でね、要するに来たら悲鳴上げて、そういうようなその日本人のなんていうのかな、文化的根拠というか、そういうものの中にこのなんかその自衛というか救助の根拠みたいなものがあるんだという話をですね、彼が救助論を最後そういうところで位置付けてる話があって、あ面白いなというか、さっきの戦争という話とね、経済という話とまた絡むんですけど、戦争を否定するっていうことはどういうことにこの根拠を持っていくのかっていうことをですね、例えば9条の今の議論の中で上間さんの話聞いて思ったところもあるんですが、まあそういうことをちょっと思い出したりしてですね、今日の話を僕は思いました。時間がありますから、まあどんどん討議を続けてください。ですね、他に何か特に、どうぞ。聞こえないから。
であるんですが、聞こえない。これはちょっと叫ぶ的に。叫ぶかね。叫ばない。フランス人のシオランっていう人が、シオランっていう人が、私たちが喋っていいことは感覚と幻想だけで、理念はこう腹の底から、人の腹の底から出るものではないから、理念を主張すべきではないって言ってたらしいのですが、先生が全体とこの話をしてくださったり、生命論の話をしてくださったり、そういうことは先生のどの部分なんでしょうか、感覚なのか、幻想なのか、それとも、それじゃあなんかもうちょっと。こういうのをなんか広めたいとか、みんなにこういうふうに思ってもらいたいみたいに、さっきちょろっと言っておっしゃってた気がするんですけど、なんかこう理念を打ち立てて、こう今、布教し、広めてるのかなっていうことを知りたい。よろしくお願いします。押せば。逆だ。シオランっていうのもね、もう生まれてきたのがまずいという、生誕の最悪なんて言いましてね、まあシオランが出てきたのはすごいです。で、感覚とか理論とか、イデオロギーとか、どうなのよって言われるときね、その私はどうしようもないっていうことを言うというかね、どうしようもねえよっていう、それはですね、何にも使わずに死ぬことできないんですよ。もっともね、まあ、小説映画では舌噛み切って死ぬやつがすぐ出てくるんだけども、あれ大変なことでね、舌を噛み切るって追い詰められてさ、なんか自白しなきゃいけないのだけに舌を噛み切って自殺するってのが出てくるけども、まずできないんじゃないかなと思う。でその他に自分一番純粋にはね、純粋っておかしいけども、自分で自分の息を止めることなん、一番何も使わずに、それで痛くなさそうな方法、舌噛み切るって痛そうだもんな、自分で自分の息を止める、これができない。で私は喘息だから、そのいつも言われてる、で実際そうなんですけども、気絶すれば喘息治っちゃうんですよ。だから気絶しなさい、自分で気絶することなかなかできない。でもね、息止めてるとね、気絶しそうになってくる。でその時に本当に気を失えば喘息が気道、気管支バッて広がっちゃうんですね。だからそれだから、自分で自分は息を止めて喘息を治そうと心ずっと試みるんですよ。なかなかできないっていうので、それがどうしようもないこと、つまり道具を使って、あるいは力、つまり舌を噛み切るにも力いるけど、崖から飛び降りにも力がいるんです。でそういう力も使わずに、息を止めるのを力を使わずに入れないとして、死ねないとしたらどうしようもないじゃない。でもう一つで、どうしようもなくて生きると、今度は生き物を殺して食わなきゃいけないじゃない。どんな食べ物も生き物なんだからさ。でやっぱり日向ぼっこしてね、水と炭酸ガスがあると生きていけるっていうのは嬉しいよな。で実際そうやって、あの人間を緑化しようっていう試みもやってんですよ。全体緑色になる、緑虫人間になるので、それには光合成の葉緑体を人間持たなきゃいけないんだけども、それには植物の遺伝子を組み込んでねとかなんとか言って、
人間、緑人間っていうのを作って日向ぼっこしてると生き物を殺さないで生きられるじゃない。ところが実は生き物の死体から何からないで植物は生きていけないのでね、それも嘘なの。つまりそのはるか以前に私たち食うものって全部生き物で、甘つさえ殺して食ってるっていうどうしようもなさがあって、これもどうしようもないじゃない。そこを宗教はみんなごまかして、野菜だけはいいとかね牛だけはダメですとかね、豚を食うやつは豚野郎だとかね、もうろくなこと言わないでキリスト教だってユダヤ教と別れるとき、私たち豚を食いますって言って、もうユダヤ教からずっとあの豚野郎って言われ続けてんだから、どうしようもなく息を止められないことと、どうしようもなく生き物を毎日殺して食ってる、それで殺すところを見ちゃいけませんとかね、その後でトラウマになると、アホか後藤健二さんの死んだとこ見せちゃいけませんで、ね、トラウマになります。毎日毎日殺して食ってんですよ私たちは。このどうしようもなさからどうして出発しないんですか。これを出発するとすれば、生き延びてること自体そうそう正々堂々たるもんじゃないじゃない、自分の意思で生きてるわけでもないじゃない。なんか死にたいのに生かされちゃって生き延びちゃって、おめえおめえ79歳までとなると、もう少しそこら辺のところはそのある真面目にねっていうか、そのこう考えの基礎にした方がいいんじゃないかみたいに思うんですよ。つまりどうしようもなさってのは命から来るわけで、そういうものを逆に言えば、そのどうしようもなさに命という名前を与える、つまり命という絶対理念とかなんとかじゃなくて、こっちからしょうがなくて命という名前を与えましょうみたいなね。それは人間の思考の結果としてですよ。だから蔡さんの言うのは、結局は命教で、あんた教祖になりたいんじゃないなって言われるけども、それでもいいけどもさ、むしろ消去法で命に絞っていく。命がすごいんですよとかなんとか言ったって、命の価値わかんないんだからさ、こっちは。それを無料価値と言いますけども、まあ仏教的な言葉ですよね。人間の度量で器で命なんてのは全然何も測れないっていうのは仏教の立場だけども、それはそうなんでしょうけども、それをあえて私たちの考えの及ぶ限りの中で、そうなんかあるこうどうしようもなさに命という名前を与えましょう。でそのどうしようもなさを私たちは生きてんだから、何をこれ以上その国家のためにとかね、世界の中心に達したいとか何で思うのよ。それから殺して食うのにもっとそのいろんなものをまぶして、もっとうまく、それから、うまくあの殺す動物をもっともっときれいに育てて松坂牛にしてなんてどうして思うのよということなんですよ。でそこら辺は言うに、その原発が経済のためにとかね、電力のためにとか日本のためにとか言うんだったら全部それ否定できる。そんなこと知らねえよ、俺そんな聖子はそんなこと知らないだろうって、今度は、すぐに聖子のせいにするんだけども聖子はそんなこと知らないよ、日本なんて知らねえよ、電力なんていらねえよ、じゃあどうするんだって、私はただ死ぬだけですって多分聖子は言うんだよ。ただ死ぬだけで、それが一番強いんじゃない、自分じゃ死ねないんだから。まあそんなちょっと他にどなたか、ご意見ご質問等、さっき
科学技術者のことでちょっとお尋ねしたいんで、ちょっとよく分かんなかったんですけれど、職人さんではない。で、科学技術っていうのが、その客観性を、見るっていうのがあると、そんなふうにおっしゃっておられたような気がするんですが、そうした時にですね、こうその後で部分と全体の話になりましたなっていって、で、客観性っていうのはある部分全体をに広がっていく話ですよね。そうすると科学技術者っていうのは理屈から言えば全体が見えるはずですよね。にもかかわらず、まあ、現実的には専門家とかなんかって専門バカとかいう形で、ダメだよっていうふうによく言われるんだけれど、なんですと、つまり客観性にたどり着く論理を持ちながら、それがそうならないっていうのは、どういう理由によると考えられますか？さっき言ったことをもう一回言いますと、その科学も客観性、技術者も客観性、つまり対象といって自分の前に物を置いて、例えばこのコップを自分の前に置いて、これ俺じゃないよね、で、俺じゃないからこれ調べられるんじゃない、俺だったらちょっと俺調べたら俺死んじゃうもんなとか、そういうことです、客観性って。で、科学はまさに客観性っていうことを抜きにしては成り立たないし、技術っていうのはその客観性の結果得られた、考えを実行に移していくもの、またそれなりに、そこで経験、人間の培ってきた経験がものを言うんだけども、組み合わせながら、ものを生み出していく、あくまでも生み出していく、ただ生み出していったものに、心はないというので、それを機械が動くっていうのは、自動車っていうのは、自動車という機械の中に幽霊がいて自分で運転してんです。つまり、地球外のから見るとね、都市というところに二つ目玉で、夜になるとすごくわかるけども、二つ目玉で走り回っている、生物がいて、それで、時々、飲み物を、どっかに止まっちゃう飲み物を急に、そして、時々止まっちゃう、物を吐き出しているという、それがどうもまた人間という生物らしい。それを自動車っていうのは時々吐き出してるって、荷物も吐き出したり、そしてものすごくせわしげに動き回っていると。で、これは、機械という生物なんですよね。で、心があるんです。だけど私たちから見ると自動車は、一人では走らない。自動ってのはいけないよな。だけども一人で走り回る自動車を、それは機械の中に幽霊がいるんだって、ケストラー、まあ、それはライルという人の考えを元にして、機械という中にはそれが自動である限りは幽霊がいる、で、機械の中の幽霊っていうんですけども、そういうものを科学技術は扱わない。あくまで機械という自分では動かないものを作って、人間が動かす、機械の中の幽霊じゃなくてドライバーは人間なんだということです。ところがそれと違って、まあ日本列島じゃが特に、まあ育ててきたとはやっぱり言えると思うけども、職人っていう世界があってね、で、これはまあアーティザンとか言ったりするんだけども、物に心を入れちゃうっていうか、持って見ちゃう。だから鉄も心がある、何でも心があって、その心が自動車になりたいとなんか思うわけね。それでないんだけど、それで自動車になりたいっていう心に寄り添っていくと自動車ができちゃうわけ。そういうのは技術だと言うんだけども、これ完璧違う世界なの。
つまり機械の中の幽霊じゃなくて機械に心なんで、機械って言ったらもうバラしていけば鉄分子だとかなんとかになるから、鉄分子に心があるっていう風にどんどん行っちゃうわけで、この2つの世界のどっちかっていうと私たちどっちなんですか、そこが曖昧なんですよ。で突き詰めていくと分かんなくなっちゃう。ただそのすごく作り出すのうまいんですよね。原発だって日本の技術でもうできてるところが、日本の技術がなければできないところがあったり、世界最高級と自分称して、まあこれ称していい、そういう原発容器なんか日本しか作れないという技術を作り出すときに、しかし完璧に心があるっていうのを捨ててるわけじゃないと。でここら辺がおかしいんですよ、私たちという面妖な、どうしようもない上に今度はおかしいんですよ私たち。でところが向こうから見るとそういうのを科学技術者とは言わないわけね。どうもおかしいんじゃないかと、あそこの列島はと思って、でこっちがね哲学者だのね科学者だの技術者だのって言って通用しないですよ、そんなのは通用しないから、今度は逆に西田喜多郎みたいな人が出てきて、なんだか全部一つにまとめちゃったりね、なんかするわけだけど、今の技術者と職人との区別がですね、またちょっと出てきてますけれども、まあ、それ以外のことでも結構ですので、どなたか、はい、どうぞ。サイズさんとは結構話す機会が多いんで、なんですけれど、全体主義の話が出ましたね。でまずは全体主義って1920年代、まあ、ナチスも言い出すわけですね。で、例えば、いや実は何が言いたいかというと、カシーラーの国家の神話っていう本がありまして、その中でカシーラーはシュペングラーとハイデンガーを批判するんですね。では宿命論に陥ってる。で全体主義は何かって、カシーラーの分析は、まあ、政治家が、まあ、占い師というか魔術師つまりご託宣をする係、宗教的なご託宣ができる宗教的なシャーマンの力と現代における技術を全部牛耳れて、それを円滑に活用ができる。そして政治的なこともやれる、まあ、政治の神話というかを作れる。でそういうものが全体主義の、まあ、構成としてあるとして、ある意味ハイデガーにしろシュペングラーにしろ、そこに宿命論としてそれを受け入れるというか、だから例えばハイデガーの技術論なんか読むと、加藤彰吾さんや長崎宏さんの読んでも最終的に運命論で終わってて、そこで日本の哲学者たちは沈黙するんですよね。死に行ってしまうわけですよね。で今現代のって言っても同じような状況があるっていうのは、多分サイさんのおっしゃってることの前提見解だと思います。全体主義ってだけです。でもハイデンガーやシュペングラーのように、今からもう1世紀くらい前の人たちが、まあカシーラーはそこを批判的に哲学の役割を解くわけですけど、なんかそういうふうな運命論に行かないで済む道があるんじゃないのかっていうのは、まあサイさんはそこをまあ、こんな、なんていうかね、こわばったイメージで僕みたいな言い方はされないと思うんですけど、ただなんかやっぱりうすらうすらと思う言葉が、それが命みたいなことに結実していくっていうのはあると思うんですね。で、その運命論に行っちゃわないですよね、先生って。そこら辺のことについて、なんかお考えとかあったら。1936年っていうことから言い出しましたけども、その1910年とか20年とかね、まあ1914年とは第一次世界大戦が始まって、それからもうわーっとまあ40年代に突っ込んでいくわけですけども、その中のすごく大事な心を今言ってるわけですね。で哲学的に言えばね、何のかんのと言ったって、全てそれは人間の考え出すことなのよということが一番の極めつけで、でその他だけども、人間の考えたことって言っても、いやいやもうどうしようもなく湧き上がってきちゃってて、最初から備わってる考えがあるのよっていうことが、まあカントという人を下敷きにしてね、
その上で人間のいろんなことは要するに人間の考えだけど、人間の考えたことを整理してリファインしていきましょうよっていう生き方に対して、いやー人間のその生徳的なそのこれのアプリオリなんて言うんですけども、そんなことじゃなくて、まあみんなも人間の考えたことなんだっていうところの方が、だけどそれは一体どうなのよっていうことの方がまあ優先になってくる。で、私たちって私の他に今の質問者も含めて、そのかのようにという森鴎外の1911年の12年の小説があって、それは11年のかのようにの哲学を踏まえてるんですけども、まあ、そこら辺につまり全てはかのようになんだと、人間の考えてることはね、というところが一番の元、そこの流れの中に今の山本義孝が、訳したりするカシーラーなんてのも出てくるわけですよ。で、私はそこのところで今喋ってることはどうしようもなさっていうのは、そのもう人間の考えがなくて、しかもそのアプリよりなんていうふうにもまあ整理できないというか、生きることそのもののどうしようもなさっていうところから出発するしかねえんじゃないかということなんですよ。だから考えとしては、こうやって言葉で喋ってることは全部かのようで、しかもかのようにをそれぞれの皆がかのように受け取るので、ウォーッとこう何が何だかというふうなこう理解の仕方が全体になるんだけども、それはそれでいいんです。つまり、言葉というのはそれなりの限界設けて結構やっぱり、大事だからね、頑張るよっていうのは結構大事なんだからね、それはそうなんだけども、そうじゃないどうしようもなさがあるでしょうっていうことなんですよ。それを私は聖子という子供を通して培ってきたことなので、ここが一番原発に反対できるんじゃないかと思ってるわけ。他に何かございませんか、今ので。はい、どうぞ。単純素朴な質問なんですが、先生、経済がね、その経済と戦争とのことです。経済はですね、戦争によって、保たれているというふうに僕はまあメモしたんですけれども、そのところをですね、もう少し平たい言葉でお願いします。2つありましてね、1つは特性例です。いろんなニッチもサッチもいかなくなるとパーにしなくちゃいけない、はい。で、今日本はずっとお金ばらまいてきたけども、一応貸したってお金がいっぱいあって、それをその第三世界は日本チャラにしてくれない、特性例引いてくれないかっていう要求がものすごくあるんですね。で、鎌倉時代からやってきて、そのどうしようもなくなるとパーにする。で、それは戦争背景にしなきゃできないんですね。特性例、つまり矛盾をパーにする、お金の矛盾にどうしようもない自己破産で済まない。ギリシャはまだあれで EU を背景にして持ってるけども、あんなんじゃ済まない状態。例えば日本破産なんていう時、戦争で、解決するしかないよ。で、その特性例のための戦争ってのが一つ。もう一つは需要です。需要がどん詰まりになってくると、全て焼き尽くしたりなんかして復興という形で、需要を喚起しないことには資本は持たない。特性例と需要っていうのはやっぱり今の現代の戦争の原因じゃないでしょうか。もちろん他にハンチントンの言ったイデオロギーがありますけども。よろしくございますでしょうか。分かりました。それで僕はよくですね、ネズミがですね大量に増えるとですね、もうニッチもサッチも行かなくなって、こう海にこうどんどん飛び込んじゃう。そういうことを思いながらですね、今先生が何ていうのかな、全然その展望がなくてね、一切もう先の見通しがないのに、一時
保存とかですね、一時処理、永久期間のようなですね、高速増殖炉、そういうその幻想でもってね、行くしかないと。結局その破滅へのですね、道をとにかく行ってるような気がしてしょうがないんですが、そういうところで今先生の言われた命という点でね、ストップをかけることができるのではないかというふうなその希望を持ってるんですが、そういうのは僕の見方っていうのは間違ってますかね。もうその通りでして、手立てがないんですよね。つまり、理性的に引き返すことを思うよって、フロンは引き返せたじゃないかとかね、だけども戦争、経済戦争がら、経済と戦争絡みでは原発はなかなか引き返せないので、でもちろん引き返せっていう主張は私たち言いますよ。もういくら金かかってもいいから引き返す、いくら金かかってもって言わないと引き返さないからねっていうのは、原発を安全に持っていくにはどれだけの金かかるか全然わかんないんですよね。でその金は私たち負担しますから引き返しましょう、これは一つのスローガンですけども、多分そこはなかなか言えないので、言えないって言っても無理なので、でしかし戦争は嫌だということになれば、やっぱり私たちは引き返すってじゃなくて、やめましょうじゃなくて、その原発はいらないっていう、その原発は悪だっていうふうにしかもう強調するしかないんですよね。つまり命に対立するものなんですっていうことしか言えない。で命に対立するものっていうのは現代文明そのものかもしれないんだけども、そのシンボルとして頭のようにもう頭じゃないし、まあ頭もシンボル、シンボルとしての原発という見方をしてもいい。つまり命に対立するものですっていうことで、それが有効性を持つかどうかなんて私たち考えない。もう言うとしたらそれを言うしかないんだということ。どなたか他にありがとうございました、ございますでしょうか。意見でも質問でも結構ですけども、ございませんか。終わりな、終わりいいですよ。どなたもいらっしゃる、僕進行役はあんま質問しちゃいけないのかなと思って、やっぱりちょっと質問したいなと思って1点だけなんですけど、じゃそれで終わりね。あんまり一応まあ5時までかなと思ってるんですけども、あとねそれはね一応ですね全体のねこういうあれで久々さんであれだって一応のところ終わりましょう。それでねあとは個人的にね、まあ、残ってる人でここでこのテントは10ですから、なんとかはちょっと酒があれば酒飲んでも構いませんし、向こうでも、お茶で飲んでいいですし、それで、だだんで、まあ、佐々木さんはちょっとね、会の時間がいろいろありますから、止めないですけど、まあ、適当にそれは、お開きということにして、一応、全体の会の開きはね、これで、はい、じゃあ、どうぞ質問してください。いや、じゃあ、一旦一応ここで終わりということで。あ、そうですか。はい、はい、質問。はい。ですね、基本的なことにちょっと属するかと思うんですけれども、要するにですね、日本人の、つまりアジア、日本人を含めたアジア人の自然観と、それからヨーロッパ人、まあ、欧米、アメリカも含めてですけども、やっぱり伝統的な自然観っていうのは明らかに異なってると思うんですよね。で、それは例えば、生物学の中でも、例えばホーリズム、部分、一体と全体、部分と、全体の問題に絡まってくるし、それがですね、まあ、文学から思想まで哲学までずっとやっぱり面々と、まあ、続いてくるようには思うんですよね。でもしその原発という問題がですね、僕たち、列島の人間が
あのどのようなあの対応をしていくかということで、自然観の問題から考えたときにね、あのどういうふうに考えていったらいいのかということをちょっとお聞きしたいなとは思ってました。お願いします。最後に、ということで、あのいや、お答えして最後に私の宣伝をちょっとしますけども、今のご質問はですね、自然っていうのがやっぱり明治からのわずかな期間の言葉でして、その前は自然なんですね。で、私たちが自然って呼んでてもどうしても自然っていう考えで、自然っていうのはおのずからしかり、おのずからそうなってるよって論理もクソもないんです。命もそうなんですけども、おのずからそうなってるよっていうことが西洋の自然にはありません。ただ自らっていうのもないだろう。今度自然は自らしかりって読むんです。で、自らとおのずからが一体化しちゃってるのがおかしいんですけども、あくまでも自然は人と分離して、そしてその分離が崩れた、それやっぱり58年のダーウィンっていうのが未だに敵視されてるんですね。もうダーウィンの進化論に対してはすごい風当たりがありますよ、今西欧では。まだで、あ、もう人間が自然だなんてことはけしからないのですよ。で、私たちは神仏と自然と人間がこう溶けてる、どっかで溶けてるので曖昧朦朧としてますので、でそういうのは自然と言ってんですね。で、おのずからしかりの一つまとめると命ということになる。で、これは明らかに違うということです。で、ここが命観、命論、生物学にはこれから非常に大事になってきます。最後に私の宣伝ですけども、3.11 以降いよいよ禁足令が出まして、もう夜は絶対うちにいなくちゃダメと、私は逃げますからっていうわけね、あんたは聖子と一緒にいなさいという横浜もすごい地震がわっと来るとこですので、まあ浜岡原発はひどいことになりますけども、で帰んなくちゃいけないんです。それで3.11 以降そういう身として一つ義務を課しまして、毎日1回 Twitter を発信することにしました。で、1400ぐらいになってきました。まあ3年経つと365の3倍とかね、今1400を超えてると思いますけども、一応命をめぐって原発反対として、ツイッターを1日1回、書くということで、皆さんももしあれだったら見てください。しょうもないことをいろいろ書きますけども、それともう一つは命論を最終塾という、ここに管理人がいますけども、月1回の最終塾というところで水俣病がベースですけどもやってますので、その案内もまた最中塾のホームページで見ていただきたいと。今日はどうもありがとうございました。